元気ですか？セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。クリスマスシーズン、心温まる有名なお話をいたします。サーカスというお話。10歳の少女はサーカスの入場券を買うため父親と長い列に並んでいました。ようやく前にあと1家族だけとなりました。その家族には子供が8人もいました。着ている洋服は上等とは言えませんが、きれいに洗濯され、みな行儀よく手をつないで両親の後ろに2列で並んでいました。子供たちは期待に胸を膨らませ、これから見ることのできる出し物を予想していました。サーカスを見るのがこれが初めてのようです。売り場の女性が入場券の枚数を尋ねました。父親は胸を張って答えます。子供8人と大人2人。入場券の金額が告げられました。すると妻は夫の手を離して黙ってうつむいてしまいました。夫の唇も震えていました。お金が足りなかったのです。事の成り行きを見ていた少女の父親はズボンのポケットから20ドル札を何気なく落としました。そしてそれを拾い上げ、前の男性に言います。失礼ですが、あなたのポケットから落ちましたよ。男性はすぐに察しました。20ドル札を差し出すその手を両手で固く握りしめ、少女の父親の目をじっと見つめました。頬には涙が伝わり落ちています。少女と父親は車に戻ると、そのまま自宅に戻りました。少女はサーカスを見ることができませんでした。しかし、それでもよかったと思いました。旧約聖書、箴言12章25節の言葉。心に憂いがあれば、その人をかがませる。しかし親切な言葉は、その人を喜ばせる。最後までメッセージをお聞きいただき、ありがとうございました。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。